三月三十日朝の御言葉彼が背いた人たちと共に数えられたからである。イザヤ書五十三章十二節。なぜイエスは自分が罪人とみなされることを忍ばれたのであろうか。この驚くべき謙遜は多くの有力な理由によって解くことができる。 このようにされたため、主は罪人の代弁者となることができた。ある種の裁判において、弁護士は被告と同一視され、法律的に二者は分離されない。さて罪人が法廷に引き出されるとき、イエスはご自身でそこへ出てこられる。主は尋問に答えるために立たれる。主はご自身の脇腹、両手、両足を刺して、 ご自分が変わられた罪人のために、正義の削断に応えられる。ご自身の流された血をもって抗弁し、自ら罪人となられて、完全に弁護の任を果たし、裁判官は、彼を救って、黄泉の穴に下っていかないようにせよ。私は身の代金を得た、と宣告する。予記三33章24節 私たちの主イエスは、罪人の心をご自分の方に引きつけるために、背いた人たちと共に数えられた。私たちは、同じリストに載せられている方を、どうして恐れることがあろうか。私たちは、はばからず、主のもとに行き、自分の罪を告白することができる。私たちと共に数えられている方が、私たちに罪を宣告することはおできにならない。 主が罪人のリストに載せられたのは、私たちが生徒として登録されるためではなかったか。主は清く、清い者の,の中に名を記され、私たちは罪人であり、罪ある者の,の中に数えられていた。主はご自分の名前を、向こうの聖なる表から、こちらの基礎上に移され、一方私たちの名前は、基礎上から取り去られて、 受け入れられる者の,の表に記されるのである。ここでイエスとその民とは完全に入れ替わるのである。イエスは自らを私たちのあらゆる不幸と罪の状態に置かれ、私たちにはイエスの所有されるすべてのものが与えられる。主は私たちに主の義、主の知、また他の一切の所有物を 持産金として与えられるのである。主にある友よ。背いた人たちと共に数えられた主と、あなたが結合されることを喜べ。また、明らかに主にある新しきものの中に数えられることにより、あなたが真実に救われたことを明かしせよ。